ちょっと告知だけしといていいですか。どうぞ。はい、まずドルチオンデラックスを見たって言った人は、はい、初回2時間1000円です。よっしゃ。安いでしょ。安い。ね、はい、本当ただ働きですね、これ。でも来てほしいですね。はい。そうね。そして毎月相沢ひかる会長がやってるレインボータウン FM 79.2 メガヘルツ総出総合いかみつまないと、イエーイ、絶対見てよ、絶対見て、お願いします、お願いします、お願いします。じゃあちょっとタイトルコールを、はい、はい、いきますか。はい、いいですか、実食ドルチアンデラックス始まるよ。はい、どうも、はじめまして、クラブドジャム、みなとです。初ですか。初じゃないですね。ではないですね。なんかホストの学校とか出てこられて、はい、出させてもらってるんですけど、もう一回名前だけね。みなとです。みなと、イエーイ、よろしくお願いします。今日は反町隆史みたいな服が服がね、はい、いいねそして、はい、そしてキラです。声ちっちゃ。キラです。よし、イエーイ。キラね。キラです。2回、2回キラ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 やばい、スレッタ感が半端ない。マジでさん、お願いします。藤崎さん、めっちゃ怒ってるんで。ごめんなさい、怒ってない。あ、名前言うてもうた自己紹介前に。どうも、はじめまして、東京都板橋区から来ました藤崎蓮、7月でね、40歳になりました。まだまだ頑張ります。よっしゃ。はじめまして、マサヤです。みんな知ってるけどね。そうですね。ちょっと、めっちゃいいよ、今日レンさん来て。あ、本当？そう、いい感じ。あの、板橋区から来てくれたからそう、毎日板橋区。好きな食べ物は高野豆腐。高野豆腐です。高野豆腐なに、めっちゃいいよ。いい？はい。そう、滑るための場所です。ありがたい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日、初回行って、もう、ぜひ来て、来てください、お願いします。板橋じゃないし、板橋ですよ。本当に板橋。そう、あれですよね、もう何回目、港は。僕、5、4、4、5回目ですね。そうでしょ、はい、毎週何日に出とんやったっけ。ホスト学校は金曜日に毎週出させていただいてます。そう、なんか売れるまでのやつを全部バックアップしてくれる。うん、そう、お願いします。お願いします。もっと売れたい。え、出てないんや。これですか。ホストの学校は。ホストの学校は出たの。出たらええやん。まずあることが全然知らなかったです。じゃあ、言っときます。お願いします。佐々木隆之介みたい。クラノスケやで。隆之介ほら、マサヤさんが好きや。俺も好きだよ。ほんと？大人が担当欲しい。だってどうしよう、中身は子供だけどね。いや、そう。名探偵コナンか。名探偵コナン。藤崎さんは結構出てくれてますもんね。4回、5回目ぐらいですかね。で、毎回言われるんですよ、終わった後に。俺はなんて、また松屋さんに取る、会話を取られたわ。あ、俺がね、終わった後ね、はい、うん、今日はもう、なんていうんですかね、もう藤崎デラックスでいいからと。さあ、いい、前出たから。ジャンプしとこみたい、うん、お母さん見てる。いやいや、いいね。いや、でもあれでしょ、藤崎さんも長いですもんね、もうこの業界が。あ、よかった、びっくりした。今、長いつうか、買おうかと思った。いや、違う。いや、もう今日は藤崎デラックスなの。あ、よろしくお願いします。やっぱ、うん、やっぱ、司会うまそうやもん。本当に？僕らより。司会は取らないよ。うん。いや、でもね、話の振り方はうまいね。あ、本当に？そう、いつも席で。ありがとう。松田さん、どう思いますかみたいな。マー君が美味しいからね。ほんで、あんまり聞いてないっていうね。ダメじゃない、ふんふんじゃないわ。言ってくれてんの。受ければ OK。そう、受ければ OK。中身が子供って可愛いって。まあね。そう、大人のホストの魅力に迫ろう。はい。大人じゃないですか。まあ年齢はね。
いやでももう藤井財吉さんがあれですよね、もうザ・ホストみたいな。ザ・ホストです。そうそうでしょ。もう19年目だからね。そう、さすがにちょっとベテランの域になったのかな。あの服装とかもやっぱりもうこうスーツじゃないですか。そうそうそう、僕もスーツたまに着るんですけど、うん、やっぱりいいね、スーツが。そうね、今だって私服が多なったでしょ、うん、やっぱレンズさん髪の毛切った。あ、バレてる。そうなんです、切ったんですよ、ちょっとやりすぎちゃって。いや似合ってますよ。本当にかっこいい。かわいい。うわっ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。10個以上年下な客でもいいですかって。いいよ。20個下もいますからね。お願いします、本当。いやもう、おお、あ、なんでバレてるの？え、これね、多分ね、お方が入れとうかもしれんよ。誰誰？もう一人の、一緒に残った人が。りくちゃん？司会者なの。あ、見てるのかな？そう、多分見てると思いますよ。レンさん、カリスマのオーラ半端ないって。違う、本当にありがとうございます。なんなん？なんか、いいっすね。役ね、もっとこっちおいで。あ、そうだ。いや、でも、あれでしょ？富士山行ったんでしょ？そうなんですよ。富士山。楽しかったですか？楽しかったですね、うん、でもあれどうですか、筋肉痛まあ、下山してまだ3日目なんですけど、もう3日も経つんですけどね、まだ痛いんですよね。それって若い証拠なんですよね。どうなんですかね、普段からちょっと運動はしてるんですけどね。いやもうスタイルいいもん、うん、まずありがとうございます。シュッとして。まあでもきつかったですよ。何時間、何、2日間ですよね。そうそうそう。5合目まで何時間ぐらいかかったんですか？5合目まではバスだから。あ、そうなの。で、こっからアタックするんですよ、9合目まで。それで、夕方着いて寝るんですよ、うん、で、夜中の3時に起きるんですよ。で、こっからあと 1.5 キロ登るんですよ。で、ご来光を見るんですけど、まあ、台風でね。見れんかったんですよ。そうなんですよ。え、あれ下から登ったら絶対登らない。まあ、なんだっけな、御殿場コース、富士宮コース、吉田コースっていっぱいあって、一番簡単で、何が簡単かというと山小屋がいっぱいあるんですね。そう、下から行くと何もないから、全部自分で装備行って、食べ物も全部背負って行くしかないから、やっぱりプロのね、コースだね。ほんで、めっちゃ高かったでしょ、食べ物も。食べ物高い。後からちょっと見てほしいんですけど、そうね、高いね。めっちゃ高いでしょ。まあ、でもそこまで持っててる人がいるからね。まあね、うん、だからあれ、今度は一緒に行きましょう。本当に？よっしゃ、僕も行きたいです。本当に、本当に言ってます。これタンクトップに行きたいですね。てか富士山舐めんなよ。説得力半端ない。いやもうなんかこういけそうじゃないですか。いやもう最初スキップで登ってやるって言ってたんですけどね。やっぱそんな余裕なかったですか？ないです。でももう最後ヘトヘトでしょ。ヘトヘト、もうザ・下山みたいな。下山がもうきつい。ちょっと待って、全部言ってますね。あ、繰り返してくれるのね。そうそう、カップラーメン、カップラーメン1個ね、400円だったかな。1番目は700円。そう、合ってる、はい、よく知ってるね、みんな。スグレさんがブログに書いてた。あ、そうなんだ。ネタバレ。そうすごいね、俺も行きたいよ、マジで。うん、行ったらいいよ。やっぱ寒いんですか？上は寒い。上はもう1度2度だね。1度2度。そう、もう9月の10日で、もう何？もう富士山をもう山納め、うん、っていうの、うん。すごいな。でもあれですよね。みんな分かりやすいために写真を撮ってくれたんですね。そうです。じゃあ写真お願いします。お願いします。あ、もういきなり頂上ね。順番。そう。これ雨具してね、頭にライトつけて、じゃないともう街灯がないんでね。なんかかっこいいですね。リックさんライト光ってんのか。ライトね。でも藤崎さん様になったじゃないですか。本当に一番山登ってそうっす。本当かっこいい。初ですけどね。でもあれですよね、知り合いとか結構登ってるんですよね。あ、まあね、前のお店の人とか、もう何回も登ってほしいな。そう、もうね、ド M だよね。そんなにきついんですね。きつい、きつい、きつい。あと、5枚ぐらいありますもんね。あ、どんどんお願いします。次お願いします。もうすごい。もうこれもうね、3300とか400超えてんのかな、雲の上だからね。頂上手前ってことですか？
そうそうそう。だんだん降りていく写真つだんだん上がってるかもしれない間違えてまあまあそう青空で最後あのまた出してもらったんですよ。そうなりましたっていう、うんうんうん、次お願いします。そうこれ高っ。まあでもね、ホストクラブこれで何かを勉強しなきゃいけないね。この値段を見てヘッドライトって2500円パンパン2500円。缶チューハイなんか飲めるか。ビールとか、ビールとかもあるんですね。一応一応あるんだけど、ね、ビールとか飲む人ほらんじゃん。あんまりいっぱい飲んでた。スグルさんなんか3本ぐらい飲んでたコーンスープ400円もすんの。そうコーンスープ400円即買いしたね。迷わなかったね。あったかい、あったかい、あったかい。ここはうわ高いなこれ。高いけど高くないよ。ここまで持って上がる人はいるから。あのチョコレートの隣何なんですか。パン。パンは元気って書いてあるけどね。パンなんだ。パンは元気。パンは元気。パンは元気になるって意味なのかな。300円。うん、300円なんですね。値段上。上値段が上って。まさかの逆パターン。ちょっともう苦しなってきた時でしょ。この時は。そうもうすでに頭痛い。もうえこれはあれでしょ。あの5合目からの時のやつでしょ。これも7合目かな。あじゃあ下がっていきますね。じゃあ次お願いします。これあのリクさん、ま、だもうリクさんオランダ人みたいだよ、ね、これ結構序盤の方、ね、序盤顔がみんなまだむっちゃ笑顔ですし、ね、これで頂上やったらびっくりします、ね、余裕まだほら草木があるでしょ。そう草木見えてますし、うん、余裕でしょ顔やっぱこの時はもう全然いけるやんって思ったんですよ。そうもうハイキングもうムードですよ。いやもう全然大丈夫やわっつって。そうそうそう、ドルチェと変わらないねって言っていや、ドルチェの方が可愛くないでしょ。もうほんといつもすいません。何、ほんといつもすいません。いつもすいません、ガバガバ飲んじゃって。で、次お願いします。これなんかね、もうスタート直後だ、ね、そうそうそう。いや、いい。そうそう、この時も余裕でしょ。もういけるぜ、みたいな。余裕、だってまだもう1キロも歩いてないからそうね。ほんで、そこから登っていって頂上、どんなんでしたっけ。頂上いきなりこの顔を覚えておいてほしいですね。そう右下でキープしながらみたいな。そうそうそう、頂上は、ね、もう5歳ぐらい老けてる。うわこれが頂上っすか。頂上ドッとつく登ったね。これで完結。もうくったくだやったでしょ。そうでも本当の頂上じゃないのよね。そうなの。そうここからさらに 1.5 キロぐらいこの河口の周りを行くんですよ、うん、それは通ってないですか。それはもうね行っちゃダメって言われて。ああ、危ない。そう、悪天候で。あ、まあ、ほんなら天候良かったらいけるんですね。いける。うわ、じゃあ次そこまで行きましょう。そう、だからコンプリートしてないのよね。富士山語れないのよ。じゃあ俺、行けるかな。行く。行こう。僕も行きます。もちろん行きます。いただきます。ちょっと舐めてるわ経験者が語りますね。でも標高 2400m まではもう自転車で登ったことあるっすからね。ああ、あなたね。そう、チャリが駆け取るやつ。いや、もうびっくりするぐらい、うん、もうほんま自転車捨てたかったもん。あ、富士クライムとかなんか。もうクライマーですよね。強かったみたいな。長野で、すごい。そうなの。富士山行ってきました。富士山いい。だってあの動画も持ってきてくれてるんでしょ。あ、動画も流せますか。動画お願いします。うまく撮れてるかな。これリクさん。ついに八合目。白雲荘。来たよ。来ました八合目。あ、疲れっす。お疲れ。あと1号っす。あと1号。スグルさん、八合目来ましたよ。余裕や。あと1号っす。さすがニューヨークは。うわ、綺麗。うわ。すごい。これはいい。撮ろう写真。動画見飽きた。見てるんだ。もう一枚あるでしょ。もう一枚ある。もう一枚お願いします。すごいライトの明かりで見えないところがライトで見える。見えないところがライトで見える。これすごいですね。画期的やで、これ考えた人。あと 1.2 キロ、射程範囲やで。はい、あと次のでも残すかね。よ、結構ありますね。
に。でも見えへんもん。これあるから見える。すごいね。までね。すごい。で、それでまた追いつくっていうね。すごい。超大変ですね。本当に。本当に。いやもうこれすごないですか。これを見た完璧に見た後に CM っすよ。あー最高です。はい、じゃあもう CM お願いします。ちょっとあれなんですけど、はい、LINE 欲しいですよね。 LINE 欲しいですね。ちょっとあの本当に LINE が欲しいです、うん、なんかあのさっき10歳下でも大丈夫ですかっていう人おったじゃないですか。はいはい、はい、全然出てこないなんてもんだ。もう今用意しとうかもしれないですよ。今日来てくれるのかな。そう多分。あ、オッケー。レンさんお客さん何人いるのって言えるかね。星の数ほどおるぞ。おえかっこいい。行ってみて。あれですよね。ん、江崎さん結婚したんすか。結婚してるよ。誰とすか。歌舞伎町とね。うわーこれ好きだね。絶対久しぶりだから出てくる。初めて聞きましたけど決まりますね。やっぱめっちゃかっこ悪いじゃない。かっこいい、かっこいいよ。やっぱ富士山登ったチャイマンな。前から使ってるギャグ。名台詞だわ。やって使って。いやほんま LINE 欲しいですよね。うん、使って、うん、欲しい。うまい棒なくなった。そう、富士山のね。わかりました。そうそう。え、なんか変わったことあります？登って。もうありますよ。もうとりあえずもうね、なんだろうな、生きてるって素晴らしいみたいな。そう。で、地上でもうご飯がめちゃくちゃうまかった。あったかいご飯が当たり前にあったかいのがね。当たり前じゃないんですよ、本当は。ね。ね。でもあの山でバイトしておいておるじゃないですか。はいはいはい、いっぱいいました。ああいう人らって、だってもう住み込みでしょ。そう、だからやっぱり3ヶ月ぐらいずっといるわけでしょ。その酸素が地上の3分の2のところで、はい、で、シーズンが終わって下に出るじゃない、うん、降りるでしょ。そしたらもう最強だって、無敵だって、もうどこまででも走れるようになっちゃうんだって。へえ。すごくない。で、ご飯も美味しいって。ご飯も美味しいって。帰ってきて 寝る時が一番幸せだな。そうだからね、痛いところに湿布貼ってったらね、足全部に貼っちゃってね。見えなくなっちゃう。そうそうそう。もうでもだいぶマシなんでしょ。もう今もうね、もうピンピンですよ。いやもう元気。うん、元気元気。え、ちょっと行って企画したらいいよ。行きたいっす。いやなんかほんまになんちゅうの、今ホストの学校で売れるやつやってるやん、うん、多分富士山のことは売れるで。やりましょう、うん、必ず何か変わるから。確かに、うん、なんて働いてることが幸せなんだって思うと思う。ほんとそう。そう、ほんまにほんまに変わりますよね。変わる。僕は、ね、僕こんなこと言っとくけど一回も登ったことないけど、ね、うん、今登って気になる。そうだから富士山登ってきたんだっていう、よく話をお客さんが言うでしょ。えーって言ってたんだけど、すごいね、これから。もうこれからしっかり聞きます、ね。ノルチェ富士山店オープンしてて生きできるか。ちゃんと来てくれる。いいっすね。でもあの登り切るまでにめっちゃ時間かかる。痩せれるっすやん。そう、痩せれる。3000キロカロリー平気でね。そうだからチョコチョコレート食べて上がりましたけどね。やっぱ甘いもんが必要ですか。もう高カロリーなものをね。だってあのリクさんがアンパンくれた時感動したんでしょ。
そうそうそう、なんかあの人ね、あの名物っていうと思うの、とりあえず買うのよ。ほんで、もう具合悪いでしょ。で、3分の1ずつくれるの。で、じゃあ後から食べようってこうしまっとくじゃない。ほんで、下山の時になんかもうお腹空いちゃってしょうがないの。下山の時は山小屋があるんだけど、トイレしかないのね。なんか何も買えないの、ジュースも買えないので、そんな時にね、もうちょっとね、休んでる時にね、こういろいろ漁ったらね、こんなべったんこになったね、さっきのアンパンがこうあるわけですよ。ちょっとずつ食べてね、もう泣きそうながら美味しい。もう普通だったらね、ちょっと申し訳ないけど捨てちゃうようなね、もうこんなカピカピになったアンパンが美味しかったです。ねえ、そう、極地でしたよ。マサヤさんが行くなら考えるやって。そうね、行こう。ちょっと頼りになりそうだからね。ガッてこう持つよ。そう、手持ってナップザック持ったやつは持ってくれそうだもん、ね、もう全部持つ、うん、だから行こう、行こう、行く。下山時って 何時間ぐらいかかるんですか。下山はね、もう4時間ぐらいでダーッと下っちゃうんですよ。あ、そうなんですか。そう、でもそれで飲み物とかも売ってないっていうのはきついですね。そう、だからもうまあガイドついてるからちゃんと教えてくれるんだけどね、うん、ああここで買っといてくださいみたいな。そうそうそう、あと最悪ガイドさんが持ってるからね。ああ、僕らの3倍背負って普通にね、ガイドしてるから。すごいな、あれですね。だから言ったらこうスキーとかで教えてくれる人、かっこよく見えるじゃないですか。そう、かっこいい。そんなかっこよく見えるんでしょ。そう、もう武井壮みたいな人でしたよ。そう、すぎで。そうで、シーズンオフは何してるんですかって聞いたら、10万ヘクタールぐらいの原生林を斧で伐採するバイトをしてる。そんなん、もう野生児。でもあれ、そういうのって高いんですよね。高いでしょ、危険だもん。危険やし、うん、そう、うん、外人さんとかあれでしょ、半端で。そうそうそう、でも怒られてたよ。ダメだよっつって、うん、やっぱ世界遺産にね、登録されたから安易に来ちゃう人が多いみたいで。それでだって亡くなる人とかもおるですもんね、舐めて。63歳の男性見ませんでしたかって3日前から貼ってあるこの張り紙があったよ。マジっすか、そう、ちょっとゾッとするけどね。ゾッとするよ。あれでも上の方でもしもなくなるとするじゃないですか、うん、でも寒いから綺麗なままなんでしょうね。あ、そうなんじゃない、多分、うん、そう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 、溶けないから、溶けないから。松田さんが余計かっこよく見えるかも。余計っていい。いつもかっこいいよ。ありがとうございます、うん、富士山みたいな頭してるけど。でも軽装な外国人がよいよい登っていくよねって、この人絶対登ったことあるんですよ。そうなんだね。そう、確かに、うん、ご来光見えます。ご来光や、ご来光。いやでも久々よ、いいな、藤崎さん出てくれる。あ、本当ですか。初めてやもんね。初めてです。ほう、はい、キラ全然今日喋ってないよ。もう喋れないっすよ、もう。あ、どうぞ、じゃあちょっと喋ろ、うん、いきなりですか。酒飲まんかったの、うん、飲んでないですね、ほとんど。そうっすね、もう、ね、緊張しすぎ。緊張しますよ、さすがに。まあね、はい、でも言いたいことは言っといた方がいいよ。言いたいことですか。じゃああれ、あ、もしも来たらどんな特権がありますよっていうの。そう、それ大事、うん、もしも来たらです。そう、キラ君指名したら、キラ君指名したら、S 券の他に、うん、なんと缶物もサービスでついてきます。そういうことじゃない。そういうことじゃない。そうですか。ドリンクの話もそうなんですか。そうなんですか。やっぱりなんかキラだけの特典よ。キラだけの特典ですか。そう、スーツで出勤します。もっとあるやん。もっとあるやん。もっとですか。なんかカラオケ行ってあげるよとか。ああ、カラオケ僕 NG 出てるんでね。じゃあ歌 NG 出てるんですよ。じゃああれ、はい、ご飯行くよ。あ、行きましょう、うん、ご飯行きましょう。そう、はい、とかですとかですよね。そうね、料理は得意ですか。料理、ま、ある程度できるぐらいです、まあ、そういう特技をこう言っといた方がいい。特技ですか。そう、一緒にゴルフができますとか。あ、肩もみがうまいとかね。いい、人の顔と名前一回で覚えられます。初めてのお使いみたいな。ほんで、じゃあ港は。僕は一緒に全力で楽しむすることができると思います。よし、ワイワイと、うん、いや、
いいこと言うね。いいこと言うね。まあ自分事なんですけど、来月16日誕生日なんで。誕生日なの？はい。おい、うん、誕生日があるんで。10月で22歳になります。22歳、俺がホスト始めた年だよ。10月16、もしよかったら、初回指名全然いいですよ。遊びに来てください。来てください。むしろそれがもう最高の嬉しい誕生日プレゼントなんで、マジでちょっと初回指名で来てくださいよ、本当お願いします。お願いします。またお寿司行こうね。だってみなと、よっしゃお願いします。そう、お寿司ね。お寿司大好きよ、僕も。オッケー。だってもうなんかおしゃれだもん、食べるものが。お寿司で、なんかもうあの定食食べとってもおしゃれやもん。おしゃれ。お寿司って言うの、なんなんすか。定食お寿司って飲む。レンさん、昨日の朝ごはん何食べました？朝は抜いてます。朝抜いてるんですか？朝は食べませんね。朝はレッドブルだけ。レッドブル好きですもんね。マー君とレンさんの特権はどうぞ。気になりますね。いや僕はもうね、やっぱあのドルチェ&デラックスからもう 3D で出てきた僕が見れます。あとは歌舞伎町歩くと楽だよね。はい、うん、そう、バーン当たられないからね。そう、みんなさあ避けてるから、モーゼの10回みたいな。そう、それが特権です。お祝いしないと。焼肉行こうね。やって、焼肉行こうね。焼肉好きなの？焼肉好きな。焼肉好きです。俺焼肉焼くの超上手だよ。もう触られたくない感じですか？そう、奉行ってやつですか？まあやりたいんだったらやらせて。最高な状態で食べさせてあげられるよ。だってほとんどやってくれるもん、うん、好きなんだよね。ミスターパーフェクト。エビゾンもお寿司行く。ペンさん、じゃああの、うん、なんかね、藤崎デラックスでしたけど今日はね、はい、ちょっと申し訳なかったですけども、で今日はでもあの後で言われることないですか？僕今日はもうあのね、あのメインやらせていただいたんで。僕はもう大満足です。久しぶりに出していただいてありがとうございます。いやもういい。まだまだあれあるんですよね、動画とか。そう、あるんですけどね。だからあの後半へ続く。あ、本当に。第2弾やってくれる。第2弾、まあ、あとお店でもね、もっとリアリティなお話を混ぜてね、はい、富士山に興味がおありの方はぜひドルチェ、はい、お願いします。お願いします。ほんで初回指名来てください。そう、あと9月の26日審査の誕生日なんでね、そちらもよろしくお願いします。はい、じゃあまた来週。バイバイ。持っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面を見やめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。